皆さんこんにちは。元白鵬の宮城の親方問題で揺れる日本相撲協会、弟子の監督責任を怠ったとして2月下旬に2階級降格処分を下したかと思うと、すぐに宮城野部屋が春場所後に当面閉鎖される方向だと報じられました。一部に対応が厳しすぎるとの指摘が出ており、協会幹部に対してはお前らが言うなよの声も出始めています。生意気で野心的、品格の問題、現役時代好き放題やってきた宮城の親方に対し協会が追放従っているのは間違いないでしょう。もちろん監督者としての責任はありますが、部屋を閉鎖するのは明らかにやりすぎではないでしょうか。過去に相撲部屋の不祥事が発覚した際、大雨処分で難を逃れてきた親方もいます。それが現在の協会の幹部です。協会の理事で巡業部長、指導普及部長、監察委員長、警備本部長を務める春日野親方、協会のナンバー3で八角理事長の側近の一人と言われています。11年には門限破りなどをした弟子3人に対しゴルフクラブや鉄拳で暴行したことが報じられました。この時協会は指導に行き過ぎがあったとして春日野親方に対し厳重注意処分のみで終わりました。ゴルフクラブ大田騒動の後も春日野部屋では問題が起きているようで、14年には兄弟子が弟弟子を殴る暴行トラブルが発生しました。刑事裁判にもなっていて、兄弟子は執行猶予付きの有罪判決を受けています。春日野親方は保護責任者遺棄容疑で告訴されましたが不起訴処分でした。この時には事件を公表しなかった相撲協会と春日野親方の隠蔽体質も問題視されています。協会の理事の中には自らの部屋を消滅させてしまった者もいるそうです。教習所長、危機管理部長、コンプライアンス部長、博物館運営委員を務める花籠親方です。横綱輪島ら名力士を輩出した花籠部屋は85年に閉鎖するも、92年に現在の花籠親方が再興。しかし12年に閉鎖に追い込まれました。理由は経営難だったといいます。当時写真週刊誌が経営難の要因の一つとして花籠親方一家の贅沢な暮らしぶりがあったと報じています。一方で力士たちにはまともな食事が与えられていなかったとされ、相当な不満が溜まっていたと言われています。現在ゴルフクラブ大田騒動があった春日野親方は指導普及部長を、部屋を消滅させた花籠親方は危機管理部長を担当しています。こんな幹部たちに厳しい声が上がるのも仕方がないのかもしれません。そんな大相撲宮城野部屋の処遇が揺れています。伊勢ヶ浜一門が相撲協会執行部へ出した案は、宮城の親方は伊勢ヶ浜部屋、弟子は大島部屋というものでしたが、これがあっさり却下されてしまいます。その執行部に宮城の親方を監視せよと言われているのが浅香山親方でした。一門の総帥は伊勢ヶ浜親方ですが、浅香山親方は協会執行部の命を受け、場所中にもかかわらず伊勢ヶ浜親方へ出向き密会を行っています。2011年大相撲が八百長騒動の渦中にある時に白鵬がモンゴル人力士をまとめストライキを画策しました。これを断固阻止したのが海王、見に来てくれるお客様のことを考えろと白鵬を一喝しました。白鵬の父は海王の大ファンだったということもあり、やりたい放題やってきた白鵬ではあるものの、海王には一目置いているようです。その浅香山親方はこのほど伊勢ヶ浜一門を代表する協会理事に就任することになりました。51歳で理事就任は遅いぐらいですが、これで海王もいつかは理事長になれる候補の一人となったのです。浅香山親方は今回の騒動で、一番は残った力士たちのこと考えなきゃいけない、宮城野部屋が少しでも良くなる方向に行くように考えないといけない、なくす方向では絶対ないと、今場所後に宮城野親方と力士全員の浅香山部屋への転籍を決めているようです。その過程でトラブルが起きたり、協会との間で板挟みになるような事態となれば、浅香山親方のキャリアにも傷がつくことにもなりかねません。先ほどもお話ししたように、大相撲元幕内北青鵬の暴力問題をめぐって宮城野部屋の処遇が大揺れと報じられています。所属する伊勢ヶ浜一門と日本相撲協会執行部は話し合いを行ったようですが、合意には至りませんでした。そこでは一門のまとめ役として次期理事への就任が内定している浅香山親方が、執行部からは春日野理事と花籠コンプライアンス部長が同席しました。
しかし1時間ほどの話し合いを終えた浅香山親方は何も決まっていませんと苦渋の表情を浮かべていたようです。伊勢ヶ浜一門では宮城の親方と弟子についてそれぞれ別の部屋へ転籍させる案を協会執行部に提出しましたが、これが却下され全員同じ部屋に移ることを求められたといいます。もちろん親方と弟子は一進一退が基本なのですが、実は宮城の親方の下では相撲を続けられないと思っている力士が複数いるようなのです。宮城の親方は4月以降も相撲協会に残留したい意向ですが、今回の一件で他の親方からもソース感を受けている状態だといいます。協会の内部はアンチ白鵬だらけなのですが、モンゴル人力士は宮城の親方をリスペクトしているため結束は今も非常に固いのでしょう。伊勢ヶ浜一門にはモンゴル人力士を最初に入門させた大島親方がいます。宮城の親方にとって大島部屋への転籍は渡りに船と言えるでしょう。大島親方はモンゴル人力士の大先輩とはいえ、宮城の親方は45回優勝の大横綱とあって序列では上だからです。宮城の部屋は全45部屋の中で新弟子を含めると8番目に多い20人の力士が所属する大部屋ですが、大島親方は早々に宮城の親方と力士全員を預かる準備はあると全面協力する意向を示しています。ただモンゴル派で結束されることに執行部も一門も NG を出している状況です。弟子の暴力問題で厳しい処分を受けている宮城の親方としてのキャリアは崖っぷちの状況ですが、現役時代の優勝回数は歴代最多の45回を数え、引退後の解説などでも人気を博してきた一面もあります。それゆえ相撲協会内でも対応に苦慮する現実があるようです。春場所が開催されているエディオンアリーナ大阪では、宮城の親方が現れるとファンが警備員を振り切って駆け寄り、サインをもらったり写真を撮ったりしているそうで、今年が最後かもと思っている人が多いのかもしれません。また宮城の親方は記者クラブ担当を務めていますが、打ち出し後は土俵周りに出てきて他の警備担当の若手親方衆と一緒にお客さんが帰るのを見届ける仕事をしているそうで、見届けた後は警備本部副部長の九重親方に一礼してから会場を後にするようです。11時頃に会場入りし18時20分頃に帰るというようなスケジュールだそうで、6日目の3月15日もほぼ最終バッターとしてラモンから宮城の親方が出てくるとファン8人ほどからサインや記念写真を求められていました。宮城の親方は断ることなくサインを書き、ファンとツーショット写真撮影に応じていたそうです。その後に迎えの車に乗り込んで帰路に着いたようです。一緒に出てきた音羽山親方は近くのコインパーキングに停めた車まで歩いて向かいましたが、ファンに取り囲まれることはなかったそうです。事情はどうあれ宮城の親方人気は高いようです。この人気の高さが場所後の処遇が2点3点している理由ではないでしょうか。春場所では同じ伊勢ヶ浜一門の玉垣親方が宮城の部屋の師匠代行を務めるようですが、4月以降の処遇は定かではないそうです。伊勢ヶ浜一門は話し合いの上、宮城の親方と所属力士を別々の部屋に転籍させることを軸とした案を執行部へ提出したそうですが、それが差し戻されました。最終的な結論は場所後に出るようです。伊勢ヶ浜一門は執行部の顔色を見ながら親方と力士をバラバラする方向で執行部に案を提出しました。ところが執行部は師弟が慕い慕われる関係を築くという考えから却下しました。一門の理事となる浅香山親方の部屋に宮城の部屋が丸ごと転籍する方向になってきました。2010年に閉鎖した木瀬部屋を一門の理事だった北の海部屋が受け入れた例を踏襲しているといいますが、あの時は木瀬親方が出身部屋の三保ヶ関部屋に転籍する予定だったのを誇示したことで、木瀬親方を可愛がっていた北の海親方が引き受ける形となりました。今回の事情は別のところにあるのでしょう。執行部が次に何か白鵬が不祥事を起こしたら退職に追い込むつもりなのは確かなのですが、今も宮城の親方に高い人気がある以上、部屋をバラバラに解体するなど露骨なことをやると協会が責められることになりかねません。スター不足の角界ですから、協会が嫌がらせをして人気者の白鵬を退職に追い込んだという形にはできないのでしょう。ネット上では大阪の相撲ファンが立ち上げた宮城の部屋の閉鎖に反対するオンライン署名も展開されているようです。春場所会場でサインを求めて駆け寄るファンたちがいるという現実もまた
今回の騒動の行方を混沌とさせているのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回は元白鵬の宮城野親方について深掘りしてきました。現役時代から親方となった今も人気の宮城野親方ですが、果たして今回の問題の着地点はどこになるのでしょうか。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。